金曜日プロ私はバーチャルファッションの上カラスマアリスです。今回は1990年代のイニシエのパソコンにタイムトラベル、ファッションアシスタントとして皆様の質問に答えていこうと思います。何について調べますか？それではロリータ通販ファッション法についてお話しいたしますね。ロリータブランドさんや大手量販店さんへのロリータコラボのアイテムは人気が高く、販売開始や予約開始から5分ほどで完売になってしまうことがよくあります。まずは一生するために下準備、準備は前日までに済ませておきましょうね。まずはダイヤルアップ接続をします。令和の時代の皆様にとっては長くて煩わしいと思うので早送りします。接続が完了したらお目当てのブランドさんの通販サイトにあらかじめアクセスしておきます。この時代はまだインターネット通販が盛んではなかったので、私の方でデモページをご用意いたしました。アカウント作成などがまだの方はここで一通り済ませておきましょう。カード決済を使用したい場合などは単価の低い商品でいいので、あらかじめ使用予定のカードで何か購入しておくといいでしょう。カード情報を登録して決済までの流れを把握しておくと決戦の際素早く動けますよ。またオフィシャルからどんなアイテムが販売されるか前もってお知らせなどがある場合、あらかじめどのアイテムが欲しいのか決めておきましょう。令和の時代ならブログや SNS にまとめてくださったり、インスタライブなどでお知らせしてくれることが多いですよ。当日悩んでいる時間はないかもしれません。また欲しいアイテムが売り切れになって、他のアイテムで妥協しようとした瞬間に悩んでしまって結局買えないなんてこともあるかもしれません。第1候補から第3候補くらいまでは決めてしまいましょう。10分前までにはダイヤルアップ接続を完了し、お目当てのアイテムのページを第1候補から優先順位で開いて待機しておきます。予約開始時間になったら決戦開始です。それぞれのページを F5 キーを押して更新していきます。ダイヤルアップだとされるまでの時間が長いですね。この時に F5 キーをみんなで一斉に連打すると通販サイトのサーバーに負荷がかかってダウンしてしまうかもしれません。エレベーターの閉じるボタンではないので連打はせずに、それぞれのページで一度だけ押しましょうね。画像の表示なんかは待たずに、購入できるアイテムは全候補をどんどんカートに入れていきましょう。最後に確認画面で購入できるものをチェックしたら、不要なアイテムを削除し、サイズや色などの選択ミスがないかどうか確認して、あらかじめ登録しておいた決済方法で購入を完了させてください。ここでの素早い判断力が大切になるので、混乱したりパニックになりそうな人はあらかじめメモなどを取ってもいいかもしれませんね。最後にダイヤルアップ接続を終了してください。以上でロリータ通販必勝法の案内を終わります。他に調べたいことはありますか？このチャンネルでは、ロリータファッションに興味のある方に向けた分かりやすい解説動画を更新しています。この動画を気に入っていただけた方は、チャンネル登録、高評価をお忘れなく。以上、カラスマアリスがお伝えいたしました。